よし、遥かもうかる。川の中にはお魚が泳いでいます。皆さんお魚さんを描いてあげてください。横見ないぞ。川の中にはお魚が泳いでいます。皆さんはお魚を描きます。横見ないぞ。それでいいんだぞ。その家のどこかに、いいですか、またいいか、次のもどんどん行っていくよ。お家がありました。小さなお家ですけども、とっても綺麗なお家です。お家を描いてください。知らない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 、それが問題なのよ。よく言わないで、皆さんその絵のどこかにお家を描いてください。ちっちゃい家、自分で考えて描いた、うん、お家の前には道があります。道を書いてください。でもまだ諦まってない。そうか、ごめんごめん。お家の前には道があります。道を書いてください。道のそばには花が咲いています。皆さんは花を描きます。道のそばには花が咲いています。皆さんは花を描きます。遠くには木が2本立っています。皆さんは木を2本描きます。遠くには木が2本立っています。皆さんは木を2本描きます。お空にはぽっかりと白い雲が浮かんでいます。お空にはぽっかりと白い雲が浮かんでいます。雲かけなかった。今日はとっても素敵な日です。お日様がポカポカと照っています。小鳥さんも楽しそうに飛んでいます。小鳥さんを描いてください。するとそこへ男の子が歩いてやってきました。男の子を描いてください。男の子が歩いてやってきました。男の子を皆さんは描きます。それを見た女の子がお家の中から手を振っています。女の子がお家の中から手を振っています。男の子が来たもんですから女の子が手を振っています。多分ね、いらっしゃい、こっちだよって言ってるんだね。そして手を振ってるんです。すると向こうの方からお父さんが車で帰ってきました。自動車を描いてください。向こうの方からお父さんが自動車に乗って帰ってきました。駐車場も描いていいんですか。ああいいね。だけどまあ駐車場はそれにね、先に車描いてほしい、ね、先生が言ったもんだけでもいいよ。遠くの方からね、お父さん車で帰ってきたんだ。じゃあ皆さんの描いた絵がどんな絵か見せてもらおうかな。
みんな書いたか。よし、じゃあ見に行くよ。いいか、見せて。じゃあじゃあもう見せてよ。もうじゃあじゃあだ。いい、じゃあじゃあ今僕出た。じゃあじゃあってどういう意味よ。もうじゃあじゃあだ。じゃあじゃあって上手に書いたって意味。じゃあじゃあって上手じゃないね。本当？じゃあみんなの書いた絵を見せてもらいます。この人の絵の素敵なところはね、大きく描いたこと。大きいでしょ、見やすいでしょ。それでお家があって、これが川なんだね。木があって、お日様はどうして山のこっちにあるのかな。いいの、ここで。ここにお日様あると雲さん、雲はここにあって、お日様ってのはこの山の向こう、上とかね、向こうに描くとよかったな。この人の絵も素敵です、ね、大きく描いてある、大きく描いてあるね。あれで山の上にのお家がある、これいいね。で道があって、で自動車が このとこ通ってるんだ。でも自動車道の上通ってないな。小鳥さんが飛んでる。あ、この雲も素敵だね。で男の子が来てる、いいね。この人の絵はどうだろう。これまた素敵だね。この人のいいところはね、お山が大きいところ。おお、ダイナミックな川がね、ガーッと流れてるんだ。それでここにお魚がいっぱい泳いでるね。でと小鳥さんがいて、お日様はどこ、お日様が描かなかったのか、うん、まあいいな。それで女の子がいて、いらっしゃいって手を挙げてるところ。この人もすごい絵だね。これは大きなお山で、この人これお山から滑り台のように滑ってるみたいに見えるね。あー、ドスン木があってね、えお日様に顔が描いてあるところが面白いなお日様に顔が描いてあるの面白いね。この人のはどうかな。おー、山よ、ねえ、理屈っぽい絵だね。これここに道があって、で自動車があってね、えだんだんだんこれだん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 苦しくなってきたんだ、この人はね。木が2本あって、なかなか面白いだよこれね。この人はどうだ。おお、お山がね、パンのようです。コッペパンの山のようです。ポコンポコンとな。でお家が大きいね。うさぎの耳みたい。ああ、うさぎの耳みたい。だからうさぎ山っていうかもしれないね。うさぎ山、うさぎ山がありましたって。そこに看板つけとけばいいじゃん。なんて、うさぎ山って。そうで、お家、木が、でもお花がこんな空を飛んでる、面白いね。よし、みんなとても上手に描けてます。うさぎ山の、うさぎ山です。コッペパンの山って本当にあるんだよ。次の質問がありました。次の質問の勉強に行くよ。今日はもう鉛筆使いません。あとまたね、アイテンテの勉強してよ。アイテンテ、何これ、すごいでかいだ。いいか、じゃあ挨拶します。じゃあいくよ。お花さんが言いました。 Hello, Hello. お、英語で言おう。 Hello 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 Hi Good day。 いろんな言い方するね。こんにちは、こんにちは。私たちはこんにちはって言います。こんにちは、こんにちは。 Hello Hello HiHi guys. Hi guys. Good day. Good day. こんにちは。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 お目目があって怒った目つきで、こんにちは。こんにちは。お目目があっていろんなものには目があって木にも目があってこんにちは。こんにちは。自動車にも目があって。でぷっぷこんにちは。こんにちは。鈴木さんの声が聞かない。お母さんにも目があってキョロキョロキョロ。こんにちは。こんにちは。お母さんの目を描いてあげよう。お母さんが困っています。こんにちは。こんにちは。お母さんが怒っています。こんにちは。こんにちは。お母さんがびっくりしています。こんにちは。こんにちは。いろんな言い方するね。